チームメンバーが急に死ぬ黄色なんで皆さん何時か皆さん出てやりよったさすがにもうマジかですね。面白いです。はい、公園じゃない慶応節ってことで交通です。今回は一番くじをやってきました。はい、何の一番くじをやってきたかというと、今日やってきたんですけど、開催日は、昨日土曜日ですね。はい、に開催してました。なのでね、今日あるかどうかわからないっていうね、率直に言いますといつもの、5000円くじです。はい、今回はね、多分実写映画化と連動してるんでしょうね。ジョジョの奇妙な冒険、今出てると思いますけれども、ジョジョからね、第3部の、空城城太郎スターダストクルセイダースですね、こちらのね、1回5000円の、一番くじを、引きに行こうかなと思って、1日遅れですけど、あるかなと思ってね、ちょっとね、行きました。はい、一応行く前にね何件か電話したんですけど、ほぼ当日で完売状態でしたね、やっぱり。そんな状況の中で1店舗だけね、近くの店舗に1店舗だけ、在庫が残り3回3つありまして、予約分が2つで、一般販売分が1つという状況でしたね。はい、でその状況がですね、予約してる人は1人なのかなで、多分2回だと思うんで、で一般販売分1回なんで、自分が行く間に引かれる可能性が大なんですよ。はい、そんな状況の中、なんとかね、1時間後ぐらいに行きました。はい、そしたらね、そのゲーセンに行きましたら、なんと、残り1個しかなかったんですよ。はい、これはどっちなんだろうってね、予約した人が2人いて1回1回引いてでの残り1つなのか、それとも一般販売分1人引いて予約した人が1人いてで最後の1個がもう1人の予約した人の分のどっちかなんですよね。なので、とりあえず店員さんに聞こうと思って、女の店員さんだったんですけどね、聞いてみたら、一応ちょっと聞いてみますみたいな感じで上の人に聞いたんでしょうね。そしたらね、一応今残ってる1回は、一般販売分ですと言われたんですよ。うわー、よかった、1回引けると思って、とりあえずね、ほんとね、ジョジョの一番くじは1回だけ引く予定だったんですなんで、一応どれが出てもいいんだけどね、2次元は絶対当たらないよね、外は1しかないんでね、例のようとね、 A が4、B が3、C が2、D が1っていうね、アソートですね。そんな中で、残ってるのが、電話で言われたのは B と C って言われたんで、どっちが2個なのかわからないんですけど、現地行って余ってたのがなんと B だったんですよ。はい、ってことは多分その引いた人は多分、予約した人は1人で2回分予約してた人で B と C を引いてで多分やめたんですよね。で多分一般販売分でもう1回その後引こうと思えば引けたんですけど、わざわざダブることないよね、 B しかないんで。もう B が確定しててね、ダブり確定でもう1回引くかっていう話ですよね、5000円出して。だから多分、予想では予約した人は、1人で2回っていうことですよね。はい、
なので、一般販売分残り1回分が奇跡的に余ってたんですよね。もう1時間後だったんでね、もう絶対余ってないだろうな、もうないだろうなと思って行ったんですけどね、うん、幸いのことにその1個が一般販売分だったということでね、とりあえず、引いてきました。はい、ゴゴゴゴゴゴオラオラオラ引け、オラオラオラ引け引け引けオラオラってね、はい、もう引けって言われてるんでね、まあということでね、まあ案の定てめえの結果はたった一つだぜ、たった一つの単純な答えだ、ザ・オリジナルだということでね、はい、 B、アニメカラー彩色ですね。まあどんなカラーがあるのかっていうのをね、まあ、前に一回見たんですけど、一回見たっきりでね、覚えてなかったんでね、アニメカラーって何色なんだろうと思ったんですけどね。で、まあ、一応引き換えて、やっとその場で分かったんですけども、はい、B って黒学ランのやつだったんですね、蝶太郎が。あ、これがアニメカラーだったかと思ってね。原作カラーは青の、学ランなんですよね、うん、で C が、白黒、はい、まあ、白黒もない結構ジョジョなんでおしゃれなんでね、欲しかったんですけどね、だから別に何がだってもいい感じだったんですけどね、うん、まあ、とりあえず B だけはねなんとかゲットできました。はい、1回だけでね本当大満足ですよ。前回のね、ドラゴンボールのジオラマのね、あれみたいでしたけどね、もうほんと1回しか弾けないっていうね。まあでもこれはほんと1回だけ弾く予定だったんでね、まあ結果ぐらいなんですけどね。まあっていうことでこういう感じですね。いやこれかっこよすぎだろう、この蝶太郎。このね、まあ角度限定なんだけど、この角度が一番かっこいいよね、蝶太郎。てめえは俺を怒らせた。いやめっちゃかっこいい、これ蝶太郎超おしゃれ。なんだろうね、ジョジョの、このアニメの作風かあれなのかわかんないけど、なんかおしゃれ感があるんだよね、ジョジョ、うん、でね、台座はね結構特殊みたいなんですよね、ジョジョのJの台座でこういう風に描けるらしいんですよね、はい、珍しいよね。で A ザップらしいでゲットしたオリジナルでトーンで、ディメンション2次元、はい、っていうラインナップですね。はい、ということでね、早速、開封してね、中を見たいと思います。まあ、とりあえずねプリスターを見てみましょう。はい、ということでね、ブリスター状態に、しました。はい、こんな感じで入ってます。はい、まあ、台座の、ね、説明書がついてますけれども、まあ、向きはねこういう感じで入ってますね。まあ、定番の向きはこうなんでしょうけど、まあ、こういう感じでね、はい、入ってました。はい、ということでね、じゃあちょっと開封してね、実際に詳細を見てみよう。はい、ということでね、開封させていただきました。はい、一応ね台座も、つけました。はい、こちらですね。はい、いやね造形的にはほんと素晴らしいものがあると思うんですよ。特にこういう羽のこういうシワとかもすっごい立体的だしね、ここら辺の尻尾もすごいし、何よりもこの叫び、これがすごいよね。角もあれだし尖ってて、うん、で台座も結構しっかりしてボリューム感がねすごい半端ないんですよ、これ。ということでね、いやこれは間違えましたね、こっちじゃなかった、すいません、間違えましたね商品をね、こっちですね。はい、ということで、こちらが、現品になります。
G の台座付きですね。まあ、ここはね、あんま地面があれなんで立たないんですけど、まあ、一応細部を見ていくとね、これ鎖がね一応こうゆらゆら揺れるんですけど、一応これねなんかほんと固まってる感じなんでね、ほんと根元しかこう動かせないですね。で、このね大牛との一体化した髪、これも表現されてますね、ちゃんと。でこの指先もねいいね、このね角度がね。でこの筋肉、もううちのねうちからもう T シャツから浮きで筋肉もすごい表現されてますね。シワとでベルト、でローファーね、これ、靴底、で帽子、いいね、で感じのお顔ですけれども、こういう感じですね。悪くはないよね、悪くはないんだけど、なんかねこうなんて言ったらいいのかな、この若干ねこうなんだろうな、こっちの目はいいんですけど、こっちの目がなんか死んだ目になってるような気がするんだよな。こっちはなんか瞳があるっぽいんだけど、こっちはなんか死んだ目っぽいんだよな。一番こう出てる方の目なんだけどね。もうちょっとこうやった時に、もうちょっと左に寄ってた方がいいよね、これね。なんか右に寄ってる感じですんだよね。いや、これはこういうもんなのかな。全部そうなのかわかんないけどね。ただやっぱすごいね、こうカメラ越しだとやっぱ顔にピントが合うんでね、かなりの造形だと思いますよ。まあ、こう見るだけでも全然かっこいいんだけどね。だから別にね、これがおかしいっつってでも好感出すようなクライマーじゃないんでね、はい、まあ、これでもいいんですけど、まあ、ただこの、オリジナル賞がこういう感じなのか、他の賞は分かんないんですけどね。そうなるとなんか別の A、C、D って見てみたいような実験物を、現物見てないんですよね。まあ、でもこれだけでも全然満足ですよ。はい、私はね。ということでね、これ立つか。あ、立たない。立たない。やっぱこうね。ちゃんとしたところじゃない、立たないですね。はい、いやでもね、ほんと出来はいいですよ、ほんとこれはね。ジョジョ好きだったらほんとね、手に入れて損はないと思います。はい、いやいいね、かっこいいわ、ジョー太郎。一番好きやね。まあ次は多分東方ジョースキーが出そうですけどね、続くか分かんないですけどね、このジョジョの一番くじ5000円のやつはね。はい、ということでね、今回開封は、一番くじ5000円のね、一番くじ、ジョジョからスターダストクルセイダーズ空城ジョー太郎ですね。こちらの B 賞の、オリジナルアニメカラー彩色、こちらをご紹介させていただきました。はい、またね、このフィギュアか、まあ、別のフィギュア、また手に入りましたらね、逐一、動画としてね、報告させていただきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。